しめじとたくあんのチャーハンを作ります。たくあん 50g、しめじ2分の1パックを入れ、20回ほど分々引っ張ります。サラダ油適量引いたフライパンに、分んした具材を入れ、火が通るまで炒めます。溶き卵1個分を加え、半熟になるまで炒めたら、ご飯 400g を加え、 全体が混ざるまで炒めます。鶏ガラスープの素小さじ2、塩胡椒適量、醤油小さじ1を加え、味付けしたら完成です。